お疲れ様です。今回は呪術廻戦世界一わかりやすい動画やっていきます。大人気のこの作品、僕も原作漫画全部持っております。大きなターニングポイントである渋谷事変がこの後8月31日からアニメで放送開始されます。なのでこれまで好きだった人、興味ある人、誰でも今から楽しめる動画作ってまいりました。シェアだったりとかリピートして楽しめるお手伝いができればなと思います。設定や専門用語もいろいろ出てきます。これらがですね、今後、絡み合ってくるのも渋谷事変以降の醍醐味の一つです。もちろん知らなくてもめちゃくちゃ楽しい作品になっています。ただ、知るともっと楽しくなると思います。公式で作られた総集編の動画もですね、公開されてますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。わかりやすくまとめて最高に今作を楽しもうという動画になっております。何本かね、呪術廻戦の動画今後も作っていく予定ありますので、よろしくお願いいたします。このチャンネルは好きな作品がもっと好きになるような情報やストーリーを発信しておりますので、チャンネル登録と高評価何卒お願いいたします。登録者20万人目指しております。コメントのやり取りもモチベーションにつながります。コツコツ返信してますので、ぜひコメントしてみてください。それでは早速参りましょう。まずは今作の全体像をお話ししていきます。原作者は芥見ゲゲ先生が2018年から連載開始スタート。呪術廻戦の前は神代捜査やナンバーナイン、バラバルジュラなど、この読み切り作品で異形ものをですね、描いてきました。影響を受けた作品としてはブリーチだったりエヴァンゲリオンを明言しているそうです。ただまあこれ以外にもですね、いろんなジャンプ作品、ナルトとかハンターハンター、他の人気漫画作品からも影響を受けているような演出がですね、節々に見られます。呪術廻戦は2017年にジャンプギガで1ヶ月だけの短期連載されたものが好評を博し、これが後のゼロ巻になります。その後2018年に本格的に、週刊少年ジャンプの方で連載がスタートされます。この呪いがテーマにあるということで、独特の世界観構築に加えてテーマを特に決めずに、これまで作った過去の読み切り作品のこのストックとかを盛り込んだ物語になっております。なので読み切りのナンバーナインの主人公とかはですね、今作の五条先生とですね、似たような能力を持っていたりします。非常にスピーディーなバトル展開もあり、さらにはこの能力設定も奥行きがあって複雑なものもある。他にも映画がですね、すごく好きなのが伝わってくるこの映画作品とか、他の漫画作品へのオマージュがですね、たくさん盛り込まれていて、このジャンルがですね、どんどんとこう移動していくのも呪術廻戦の魅力の一つです。現在はもう8000万部ですね。スラムダンクはね、1億7000万部とかで、1億を超えたらもうほんとジャンプの歴代の伝説の作品クラスになっていくので、まあそれに並ぶぐらいの人気に現在なっております。漫画もアニメも映画も100高校ですね、あっという間に超えて大ヒットしました。要注意ポイントは、視聴者読者が見る流れとしては、アニメだとこの一期受胎体験京都姉妹後編があった後、映画のゼロがあって、現在ですね、最近まで放送されていた呪術廻戦2期の開局曲折編があります。その後に、これからですね、大きな展開を迎える渋谷事変が放送されます。ただこちらですね、実際のこの時系列物語の流れとしては、一番最近あった開局曲折編が一番古いです。その後映画の流れがあって一期の流れになっていくので、視聴者からすると一期に至っては2020年に放送開始されているので、まあ3年近く経ってから新しい時系列の物語が、まあようやく始まってきます。もう主人公の虎杖悠仁に関してはですね、だいぶとお目にかかっていない状況です。なのでまあかなり前の描写が今後渋谷事変で再登場する、あそういえばこんなとこあったなっていうところがですね、節々に見受けられるというところで、ここから基本設定についてご紹介していきましょう。人間から漏れた呪力ですね、人は誰しも小さな呪力を持っています。それらがこう積み重なって呪霊になっていくんですね。なので学校怖いよとか、職場怖いよとか、乗り物怖いよとか思っていると、それらが蓄積されて、学校に取り付くこの呪霊になっていきます。まあ、それらが徐々に能力を増していくと人に危害を及ぼしていきます。その呪いを払う存在として呪術師が守ってくれています。この呪術師、非常にマイノリティ、少数派です。ただしその歴史はめちゃくちゃ長いんですね。最盛期は平安時代、もっと前の奈良時代とかにもですね、その存在は確認されており、非常にその前の前の前の時代から、現在の呪術師の形ではなかったとしても、この呪術を使う人たちというのは存在していました。この呪術師たちは日本国政府とですね、ちゃんと合意というか覚書で書類で契約を結んでいます。呪術総監というですね、代表者が任命されて、その下に組織があり、呪術師のこの階級を決めたりとか、呪霊の脅威への対応を促していきます。なので表立ってはですね、公表されていないんですが、裏ではちゃんとこう政府とつながっている組織なんです。彼らはこう階級があって、呪霊と術師それぞれに階級があります。術師の階級は呪霊よりも少し高めに設定されているので、
同階級、例えば2級の呪霊に対して2級の術師がぶつかった場合、2級が勝つような階級設計になっております。そんな術師たちをこの養成する、さらには派遣する組織が東京都立呪術高等専門学校です。高専なのでこちら4年生ですね。なので物語には登場していないんですけれども、実際にこの4年生まで存在しています。なので学校と歌っているんですが、この略して呪術高専は呪術師たちの活動拠点になっております。なので先生も生徒も任務をこなしていきます。学校でもありつつ、このギルド的な役割にもなっています。流れとしては、呪霊による問題が発生したら適切な階級の術師を派遣、彼らだけでは一般の人たちの目に触れてしまったりとか、準備もありますので補助監督という人たちも存在し、彼らと共に現場へ向かいます。そして呪霊を払って任務完了というのが流れです。補助監督という人たちはですね、状況を事前確認したり、あとは帳っていうものを下ろしたします。帳っていうのは、まあ、いわゆるこの結界というかバリアみたいな感じですね。まあ、そうすることにより一般の人たちにはこの目隠し、何も見えなかったりとか、帳を張ったエリアにいた呪霊たちをこの炙り出したりとか、外に出ないように閉じ込めたりする役割があります。周りに影響が出ないようになる、こういうですね、この設定が結構作り込まれてるんですね。まあ、芥見先生って結構設定中なんじゃないかっていうぐらい、いろいろとこう細かいところも考えられております。非呪術師、一般人にはバレないように任務をこなしていく。まあ、なんでそんなことするかっていうと、先ほども言ったように不安とかそのマイナスの感情が呪霊を生むので、この呪術師たちが戦っている姿とか、実はこの世界には凶悪な呪霊っていうものが存在するってなると、一般の人たちは怖いよ、外歩くの怖いよってなると、またその呪霊ですね、ブワーッと増していって、呪霊たちの力が上がっていくので、もう人々を不安にさせないように戦わなきゃいけないんですね。もちろん弱い人たちを守るという意味もあります。そんな呪術師たちの中でもやっぱり悪い方に流れていっちゃう人たちもいます。そんな人たちのことを呪詛師と呼んでいます。まあ大まかな全体像ですると、非呪術師の人たちがいて、まあ彼らの不安とかマイナスな感情が妬みとか憎しみとかね、そういったものを呪術高専に所属する呪術師たちがこう日夜守ってくれている。でも悪い呪詛師たちもいるっていう感じですね。はい、ここからはですね、よりこのあらすじとか用語解説で今作の魅力をお伝えしていきます。わかりやすくするために時系列に沿ってご紹介することで、この通常のアニメとか漫画を読んでる人とは違う視点で物語を深掘っていきましょう。はい、全体との流れでまずご紹介していくのが、これはもう一番最近あった開局玉折編です。2期の前半ですね。まあ、この後2期の後半渋谷事変になります。まずこの長い呪術師の歴史の中で、時は2006年、呪術高専にある人物が入学していきます。それが大天才、五条悟です。もう今作においては驚異的な柱となる人物。ただ彼自体、若い頃はですね、弱者に気を使うのは面倒じゃんと、帳とか払って、隠れ隠れなんで俺たちがやんなきゃいけないんだっていうぐらいのですね、まあ結構感情的な人間です。彼の親友が夏油傑。夏油は弱者生存があるべき形だと。呪術師が一般人を守る、それにはとても意味があるんだということです。優しくて論理的な人物です。プラス家入翔子がクラスメート、谷は矢賀正道、彼からある依頼がやってきます。それが天元様の星晶体を護衛と抹消の任務ですね。もうこれだけ聞くと何言っとんじゃいっていうお話なんですが、まあ、天元様っていうのはですね、まあ、非常にすごいお方で、不死の術式、まあ、特殊能力を持っていて死ぬことがありません。彼の能力によってですね、もう高度な結界術で守ってくれている日本の絶対的要なんですね。もう希望感がすごいんですよ。さっき言った、補助監督が下ろす帳とか呪術高専が守られている結界とか、この日本全土においてですね、この結界術とか能力を底上げしてくれているというものすごい力を持ったですね、まさにこの神のような存在が呪術高専の下でですね、もうひっそりと守ってくれているわけなんです。ただしこの天元様は決して不死なんですけれども、不老ではない。肉体はですね、どん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 ともう枯れて枯れてヨボヨボになっていくと。さらにそうなってくると、その肉体が術式能力がですね、もう自分を包み込んでしまって、すごい存在、高次なる存在に進化してしまう、スーパー天元様になってしまう。それは人ではなくなってしまった場合にですね、最悪人類の敵になるかもしれないということで、天元様の体がですね、全部朽ちる前に適合者と入れ替えるっていう作業を行わなければいけません。その肉体として選ばれた人物が星晶体という名前がある、天内理子。つまりはこの国を守るために天元様に体を明け渡す生贄となる
ある存在でもあるんです。まあ、非常にですね、若くて綺麗で可愛くて元気な女の子なんですけれども、彼女と肉体を変えるまで守らなければいけなくなってしまった五条と下等の前に、その天元様をですね崇拝する、過去に天元様に道徳を学んだ宗教がですね、天元様と分からぬ人間の体を入れ替えてなるものかと、不純なものが混ざるなんて許せんって思う万世教っていう宗教と、呪術界転覆を目論む組織Qっていうのが襲いかかっていきます。で、Qの方はですね、もう速攻でやられてしまうんですが、この宗教団体の方がある人物を雇い、それが伏黒杜氏、呪術界においても名家である禅院家の出身ながら、こう婿養子に行った人物。まあ、彼はですね、天与呪縛のフィジカルギフテッドっていうですね、ものすごい特殊な存在なんですね。誰もが一般人ですら小さい呪力を持っているんですが、この禅院杜氏はですね、まさにこの呪力が全くないんですね。で、天与呪縛っていうのは、もう生まれた瞬間から天からですね、その縛りを与えられた代わりに超能力を得るっていうことなんですけれども、もう生まれつきこの呪力がゼロの代わりに、伏黒杜氏はですね、もう超肉体なんですよ。まずフィジカルギフテッド、めちゃめちゃムキムキマッチョなんですよ。もうものすごいパワーとものすごい高速で、もうフィジカルで移動できたりします。呪力がゼロであることで、その呪力を探知するこの結界とか、呪術師がですね、呪力を感知するその気配を察知する能力に反応しないんですね。なので非常に厄介、さらに呪力が少ない人っていうのは、その呪霊とかを見ることができないんですけれども、もうですね、呪力が全くないゼロである代わりに、もう感覚とか五感がですねすごく高いんですね。肉体だけじゃないんですよ。超感覚でその呪いを認識してしまうというですね、まさにこのルールブレーカーな存在なんです。まあ、それだけすごい能力であるにもかかわらず、呪力がゼロということで、禅院家ではひどい扱いを受けてきました。呪力がないということで、戦うためにその呪力がついた道具をですね、虫みたいなね、呪霊の中にこの呪具を格納して、まあ、それで呪術師とか、呪霊とかと戦っていきます。その呪具の中でも階級があります。特級呪具天の逆鉾、これはですね、今後先々ですね、この呪具っていうのは関わってくるので覚えておいてください。能力は術式の強制解除、さらに特級呪具万里の鎖っていうね、この無限に伸びていく鎖をですね、この特級呪具と特級呪具を組み合わせることで戦っていくというとんでもない男なんです。まあ、いろいろと用語が出てきましたので、術についてざっくりご紹介していきます。まずこの呪力っていうのは呪いのエネルギーみたいなものです。で、術式っていうのは、まあ、そのそれぞれが持つ特殊能力です。これは遺伝したりとか、ある日突然その能力に目覚めたりします。家系じゃない人でもすごい呪術師になったりすることもあります。ゲットをすぐるの場合の術式は呪霊掃除、自分よりも2階級下の呪霊をゲットできます。まあ、いわゆるこのポケモンマスタースクルくんですね。ただし呪霊をですね取り込むときに、この呪霊玉っていうのを飲み込まなきゃいけないんですね。それは非常にまずくて、吐砂物を拭いた雑巾を丸飲みするような感覚らしいんですね。嫌な思いをしながら呪霊タッチを取り込んでいきます。まあ、これをですね、コンビニのおむすびとして発売したファミリーマートはなかなかにですねやってくれてるなと思うんですけれども、五条悟の方は、まあ、今作においてもですね、もう驚異的な力を持つ無加減呪術という術式を持っています。この能力はですね非常に難しいので、まあ、今回は簡単にご紹介していきます。またいつかやる予定があるんですけれども、この無加減呪術というのは、まあ、空間の無限に干渉するような能力です。なので自分が認識した敵対する行動に対してはですね、こう近づいたとしても、この空間の間にある無限がですねいつまでも終わらないというか、近づけば近づくほどこの間にある無限の空間がですねずっと続いていくような状態になります。自分が脅威と認識したものは触れることができない、まあ、完全防御でもありつつ、これをさらに強化することで引き寄せる力になります。これを術式順転、まあ、通常のね力をより強化したことによって青というですねブラックホールのようなエネルギー玉を作ることができます。それによりこの周りの空間をですね削り取ったりすることができます。さらにこれの応用編として、呪力というものは人間が持つ負のエネルギーです。この負のエネルギーに負のエネルギーを掛け合わせることでプラスのエネルギーにすることができます。何そのスーザンみたいなやり方と思うかもしれませんが、まあ、この辺はですねもう呪術師たちにしか分かりません。そうすることによってこの回復ですね、傷を癒すことができます。これを反転術式と言います。これは高度なですね呪力操作が必要なので、本当に限られたものしか使うことができません。劇中でもこの反転術式、回復する能力を使う人はですね本当にトップレベルの人間しかいません。さらにこの反転術式を使ったこのプラスのエネルギーですね、そのプラスのエネルギーを自分の術式に流すことで、術式順転だったのを術式反転させることができます。本来この引き寄せる力だった青をですね、今度は超強力な衝撃波にバチンと弾く力変えることが五条悟はできます。
術式順転の寄せる力を反転術式のプラスエネルギーを自分の術式に流すことで術式反転弾く力にする、マイナスをプラスに変えて自分の術式へ流し引き寄せる力から弾く力に変換するというのが、まあざっくりとした能力解説。まあここだけ見るとね難しく感じるかもしれないんですが、この反転術式の要素っていうのがですねちょいちょい出てくるので、反転術式は回復の能力と覚えておくとですね、こうんって思わなくて済むと思います。ただしこの五条悟が驚異的なのは、この無下限呪術を扱うにはですね非常に複雑なこの情報処理能力、認識能力が必要なんですね。それを扱うこの陸眼っていうものを持ってるんですよ。この無下限呪術と陸眼っていう2つのすっげーやばいものを持っているからこそ、五条悟は劇中の中でもめちゃくちゃ強いんです。他にも様々なですねこのトリッキーだったりとか条件でものすごく能力が強化されるようないろんな術式が存在します。さらにこの術式っていうのはですね縛りで能力を向上することができます。まあハンターハンターでいう制約と制約に近いものですね。自分の持っている術式を説明することでよりその自分の能力を向上させたりとか、例えば結界を張っているんだけれどもあえて目立つ場所にいることでその結界の能力が強くなったりとかします。まあこうすることでですね漫画にありがちなこの説明描写を回避してるっていうところもすごいですよね。話を戻しまして、五条とゲタの最強コンビ VS 全員登場戦いがあり、なんやかんやってですねビーチでバシャーンってなんで遊んでるんだってなりつつも、もうリコちゃん帰ろうとね言い出すわけです。もう君が生贄になる必要はないと、もう天元様の生贄にしなくていいよってやっていくんですが、天内リコ守れず死亡してしまいます。目の前でバチッ撃たれちゃうんですね。それぐらい伏黒杜氏というのは、まあ、非常にですね、驚異的な呪術師とっては一番苦手なタイプの敵キャラでもあるんです。善意杜氏に敗北してしまった後の五条悟はですねもうさらにもう覚醒してしまいます。天上天下唯我独尊、さらなる力に目覚めていくんですね。先ほど言ったようなこのプラスの無限の力、マイナスの無限の力、それをですね掛け合わせることで、仮想の質量を押し出すという、もうわけわかんないってなる能力が挙式紫です。それはもう防御不能な貫通力を持ったエネルギー玉をですね超高速で打ち出すんですね。もう難しいことはやめましょう。すっげー強いっていうことです。まあざっくりとね厳密に言うと違うかもしれないんですけれども、ブラックホールのような青の力と超強力な弾き飛ばす赤の力を混ぜ合わせることで空間を削ぐエネルギー玉、ブラックホールキャノンみたいなものをですね打ち出せるわけなんです。善意杜氏は敗北してしまいます。その後ですね問題になっていくのが、この当時の持っていたこの虫の呪霊をですね絶望したゲトウスグルの前に現れて取り込むことになっていきます。赤ちゃん虫みたいな呪霊の言葉をですね逆再生するとまあまあ抱っこしてって言ってるんですね、うわーってなるような描写が時々あるのも呪術廻戦。はい、その後はですね問題となったこの事件の後日々の任務へ戻っていくんですが、ゲトウスグルはこれまでの弱者の尊さ以上に弱者のこの醜さに気づいていくんですね。天内リコを抹消した宗教組織にも信者たちがたくさんいたりします。さらに田舎の方では迫害されるミミコとかナナコとか呪霊が見える小さい女の子たちが地方ではですねもうすごくこう迫害されて、彼女たちのせいに何でもかんでもされていたり、非術師一般人が生む呪いによって呪霊たちが誕生します。終わりなきこのマラソンレース戦いにですね徐々に絶望していきます。弱者のために犠牲になっていく呪術師たち、弱者って本当はどっちなんだと、守らなければいけない存在は一体どっちなのか、意味はどこにあるのかとですねどんどんとこのゲットするとやっぱりこう考えちゃう人なんですね。そんな時ある日この特級呪術師の一人であるつくもゆきっていうですね、まあ、すごい姉ちゃんと出会った時に人間の呪力が呪霊を生むと、ただし呪術師は呪力をコントロールすることができる、呪術師からは呪霊っていうのは出てこないんですね。ってなってくると全員が呪術師になればいい、そうなってくると呪霊も生まれない、犠牲になってしまう呪術師も誕生しないと、非呪術師を皆殺しにすればいいんじゃないかっていうふうにですねゲトウスグルはそっちの方にですねこの自分の本心が傾いていきます。予想だにしないゲトウスグルが一歩踏み出してしまうきっかけになってしまいます。それによりゲトウが意味を見出していた弱者救済よりも一般人を皆殺しにした方が根本的な問題解決になるだろう、大義を抱いていきます。青春の決別、五条とゲトウスグル親友の二人はですね向かうべき方向が全く違うものになっていきます。このことを知った五条悟は自分だけ強くてもダメだ、負けないぐらい強い次世代を作ろうと考えていき、伏黒杜氏の最後の言葉を聞き、杜氏の息子である伏黒恵を呪術高専へとスカウトします。まあ彼もまたですね名家である善意家の血を引いているわけなんです。はい、
ここで開国玉折の物語は終わり、その後映画呪術廻戦ゼロへと時系列は流れていきます。前回の五条先生の学生時代から11年後、時は2017年、五条悟は先生になっていました。矢川は学長になっており、そんな彼らの前に乙骨雄太という少年が現れます。彼は幼少期にですね、この結婚の約束をしていた幼馴染、織本梨花を交通事故で亡くしていました。その後梨花ちゃんはですね、雄太ずっと一緒だよーって言ってですね、呪いになっちゃうんですね。これが梨花ちゃん特級果樹怨霊と呼ばれるもので、特定の一人につく危険な霊です。人間についたりとか場所についたりするのを果樹怨霊と言います。こんな激ヤバなやつは秘匿死刑で抹消するしかないとなっていくんですが、そこはやはり五条先生の計らいもあって、こう有望な若者は呪術高専へとスカウトされていきます。この梨花ちゃんはですね、めちゃくちゃ強力で呪いの女王ということで、いきなり乙骨雄太はですね、特級呪術師になってしまいます。この特級っていうのはもうほんとすごい存在で、4人しかいません。先ほどの乙骨雄太、五条先生、下藤すぐる、さらに筑波由紀、この4人しかですね存在しません。基本的に呪術師っていうのは準1級とか1級止まり、それ以上上に行くっていうことはほとんどないんですね。それぐらい乙骨雄太のポテンシャルはやばいです。はい、ここでクラスメントをご紹介していきましょう。呪術界全員巻き、当時と同じ家系ですね。全員家の女性です。当時と似たタイプで、呪力は本当一般人ぐらいしかありません。なので呪霊がですね見えないので、この特別なメガネをかけて呪霊を認識しています。本当にですね肉体派ですね、ナルトでいうロックリーみたいな呪具を使って戦います。ものすごい身体能力を持っているっていうのもですね、このマキさんの特徴です。はい、次に犬巻トゲ、彼は呪言師ですね。言った言葉が実現します。ぶっ飛べって言ったらぶっ飛ぶし、潰れろって言ったら潰れます。ただその言った言葉の代償っていうのは自分に跳ね返ってきます。なので通常ですね言葉を喋らないようにセーブしています。鮭とかおかかしかいません。鮭が皇帝、おかかが否定、それ以外はですねいろいろあるらしいです。はい、さらにもう一人のクラスメートがパンダですね。もうパンダはですね、パンダなんですね。パンダをパンダっていう名前つけたまま出すっていうところがこの漫画の面白いところなんですが、もちろん単なるパンダではなく突然変異呪骸ですね。人形に呪力を込めて動かすことができるんですけれども、パンダの場合はこう自分で意思を持ってしまったっていうですね、非常にこの特別な存在になっています。彼の持つこの核というか魂にもちょっとした仕掛けがあったりするんですが、この3人のクラスメートと出会い、乙骨雄太は日々を過ごしていきます。ようやくですね仲間というか友達が出てくるんですが、そこにあの男が帰ってきます。下藤すぐるがやってくるんですね。下藤すぐるは非呪術師猿どもをですね全滅させるために、宗教団体を乗っ取って教祖となり、なんか幽霊が見えて怖いんですって言った人たちのこの呪霊をですねゲットだぜしていったり、お金持ちの人からですねいろいろと言ってお金をゲットしていたりと活動を続けていました。もちろん一人ではなく、このミゲルとかミミコ、ナナコ、田舎から拾ってきた女子とか仲間というか新しい家族を築いていました。そのゲットスグルが呪術高専に帰ってきて、12月24日、百鬼夜行を行う。新宿と京都で非呪術師人間ども大殺してやるぞと宣戦布告をしていきます。ただこれはですね本当の狙いじゃないんですね。本当の狙いはその新宿と京都に呪術師たちを向かわせているところで呪術高専を襲ってですね、乙骨雄太を倒して織本梨花を自分のものにしようっていう計画でした。ゲトは呪霊をですね自分のものにすることもできるので、この呪いの女王を自分のものにしてやろうっていう作戦なんです。ですが乙骨雄太はですね、そのクラスメートマキとかトゲとかパンダがですね、ゲトにやられていくのを見て怒りの完全権限させてゲトと戦っていきます。もうこの乙骨くん自体もすごくて、先ほど言ったやるのが難しい回復の反転術式を使ったり、無条件で他の人の術式をコピーできたりします。とんでもない能力を持っているのが乙骨ユータ。自分の命を生贄に捧げ制限解除し、圧倒的な力で、ゲトースグルを倒します。五条悟に追いつかれてゲトースグルはその命を落とします。かつて最強だったこの二人の親友同士は最後に切ない会話をし、相手を殺すことで決着を迎えます。実は乙骨雄太くんは本当にもともとすごい人間なんですね。菅原道真の子孫、日本三大怨霊の一つで、裏切られてですねこの無実の罪を着せられて失脚させられて、子供たちとか島流しにされて、道真が死んだ後はですね京都にものすごい不幸が舞い降りたっていう風な言い伝えであるんですけれども、その菅原道真の子孫である彼はすごい能力を持っていて、梨花ちゃんが死んだ時に嫌だ嫌だ嫌だっつって梨花ちゃんを呪ってしまったのがこの乙骨自身だったんですね。先ほどの自分の命を生贄にするということ
語で主従破棄ですね。呪われたリカとお骨の間でこの契約関係が破棄されたことでリカちゃんの呪いは解かれることになりました。リカちゃん自体はお骨のことを全く恨んでいなかったんです。とても幸せだったということで成仏していきますっていうのが呪術廻戦ゼロのお話です。その後に一期の受胎体転編にようやく向かいます。現行の時代間の流れに繋がっていきます。先ほどの乙骨憂太の物語百鬼夜行から1年後2018年に式神使いとして当時の子供成長した伏黒めぐみが特級呪物の確保の任務に当たります。そこで出会うのがオカルト研究部に所属している虎杖悠仁。彼はですね圧倒的な超身体能力をもともと持っていて学校の4階に飛び移ったりとかもういきなり世界記録を出すようなもうグラップラーはバキかっていうぐらいのものすごい能力を持っています。ですが結局探し求めていたこの呪物の呪いが解かれて呪霊が大量に発生します。虎杖悠仁は亡き祖父の言葉お前は強いから人を助けろっていう言葉を信じて特級呪物を戦うために俺が呪力を持てばいいこの呪物を食べれば俺強くなるんだろうって言って食べちゃうんですね。その結果その呪物の元となった存在呪いの両面宿儺が彼の体を乗っ取って暴走していきはいもう世界は終わったかなと思いきやこの虎杖悠仁宿儺の器として適合宿儺を制御することができるんですね。基本的にですね虎杖悠仁の状態でずっといることができます。そこに来ました我らは五条悟先生が現れます。この両面宿儺は腕が4本あるんですね。その1本1本が特級呪物です。指は全部で20本、超強力な特級呪物なので壊すことができません。であればこの宿儺の器になれる虎杖悠仁は超貴重だと悠仁に全部食べさせてから悠仁を殺せばこの特級呪物は抹消することができる宿儺が復活することがなくなるよっていうことをですね提案することで虎杖悠仁はやっぱり本来秘匿死刑になるようなすごい危険な存在なんですが死刑になることなく乙骨くんと同じようにですね呪術高専へとスカウトされていくことになります。ただしこれは死刑の延長にしか過ぎず最終的には抹消しようという上層部の決定自体は変わっておりません。さらにもう一人のクラスメート釘崎野原田舎からやってきた女性も学校に加わります。彼女はこの数霊呪法っていうものでこの五寸釘ですね藁に釘を打つんですけれども対象のものを入れておけば遠距離でもその藁人形はダメージを与えられる。ようやくですねクラスメートが出揃ってよっしゃ初の任務行ったりますかって挑戦したところ虎杖悠仁死亡してしまいます。いきなり死ぬのが呪術廻戦これ一巻で死んじゃいますからね。そこには特級呪霊の脅威があってめちゃくちゃ強いんですね。虎杖悠仁は宿儺をですね表に出して対抗しようとするんですが制御できずに逆に宿儺にこう心臓を取られて、破壊されるんですね。で悠仁は元に戻ったら死んでしまうんですね。一番初回とですね条件が違うんですね。一番最初は宿儺自体も元に戻りたかったということで表に出られたんですけれどももう今回は虎杖悠仁が守るために宿儺に代わってもらったということでこの何の縛りもない状態で悠仁側だけの願いで宿儺がこう優位になっちゃうような状態なんですね。宿儺に対して対抗しようとしていく伏黒恵。ここで彼の術式をご紹介していきます。彼は徳佐の影防術っていう能力です。影を媒体として10種の式神を操ることができる式神使いなんですがこれは先ほどの呪霊を操るゲトウスグルに似ているようにも思えるんですがまず10種しか式神を使えることができないのとその式神を召喚してですねこの契約というか、戦って勝たなければこう使いこなすことはできません。さらにこの2つの式神を組み合わせてその能力をですね、変化させたりもできます。ただ式神自体はですね壊せたら元には戻れません。なので死んでしまったらもう使えなくなってしまいます。ですが亡くなってしまったその式神の能力をですね別の式神に引き継ぐこともできます。一番最初に出てきた玉剣の白い犬と黒い犬がいるんですが白い犬は途中で亡くなっても黒い犬にこう融合させることで一部白いコンっていうですねまた別の式神を操ることができます。なのでゲトウスグルがポケモンマスターであるのに対して伏黒めぐみはですね手持ちに上限があるドラクエモンスターズをやってるみたいな感じなんですね。なんかこう融合させたりとか引き継げるとかできるんです。呪いの王である宿儺の前に伏黒めぐみはですね最後の手段として古部ゆらゆらっていうこう式神をですね使おうとしていくんですがその時にですね虎杖悠仁は自我を取り戻しもう心臓ないですから亡くなってしまいます。この古部ゆらゆらというワードを覚えておいてください。はい、この古部ゆらゆらを使おうとしたことで以降伏黒はですね宿儺にですねあいつすげえことできるらしいなと興味を持たれていくことになります。今回の特級呪霊に対して1年3人を割り当てるということは上層部保守派の目論見虎杖悠仁をですね何とかして殺してやろうと呪術界のですね上層部っていうのはめちゃくちゃ頭が固いんですね。彼らの目論見によって虎杖悠仁はその命を落とすことになってしまいます。はい、呪術廻戦完ってことですね。
はい、ご視聴ありがとうございました。なわけないんですよ当然。宿儺とユージは心の中でこうし、生き返る取引をユージは果たします。その生き返るには条件を飲まなくてはいけなくて、条件の一つ目は宿儺が計画と唱えると1分間ユージと宿儺交代しなければいけません。そして条件二つ目はこの約束を忘れるというですね、非常にリスキーな契約を結びます。ただしこれだけだと当然ユージは納得しません。条件三つ目として、交代中は人間を殺さないという、この三つの条件を縛りとして課すことで虎杖ユージは復活を遂げます。この縛りっていうのはですね、破るといくら宿儺であってもですね、条件によっては様々ですが重い罰を受けることになります。ただこれは任意で交代した場合ですね、もし仮に宿儺が復活してユージの肉体を乗っ取ってしまった場合はですね、この条件というのは適用されません。ユージは復活からの五条先生にこのままだとまた命を落としてしまうかもしれないということで、生き返ったことをですね秘密にしたまま特訓を開始します。虎杖は現在術師になったばかり、術式は使えません。まあ、いずれですね、この体に入っている宿儺の術式がユージもこう刻み込まれるようになっていくらしいんですけれども、現在はその驚異的な体術と呪力のコントロールをすることで敵に戦っていこうということですね。そんな中で彼なりの特別な軽定剣というものを開発します。これはユージのですねものすごい高速なパンチの後に、やっぱりまだ未熟なので呪力がですね後からこう追いついてくるんですね。ユージのパンチ、呪力のパンチってこと、普通こう呪力を乗せたままワンパンチなんですが、タイミングがずれてババーンと2連撃が加わるわけです。まあちょっとトリッキーな打撃技ですよね。まあ二重の極みみたいな感じでしょうか。そうやって特訓している時に五条先生の前にある強敵が襲いかかってきます。それが特級呪霊ジョーゴです。この特級呪霊と特級術師、トップレベルの戦いで行われていくのが来ました。はい、今作の醍醐味、領域展開、外眼鉄地戦を発動します。はい、領域展開とはじゃあ何ぞやということなんですが、まず前提としてですね、聖徳領域って難しく考えなくていいですからね。その心のですね、自分の空間を呪力でこう展開構築することができます。普通の建物に見えて中はものすごい上層階まであったりとか迷路になってたり、まあそういうフィールドを展開することができます。さらにそこにですね、この自分の術式を付与することができます。まあ簡単に言うと、自分が作ったこの呪力のフィールドに技の効果を与える、ワンピースでいうところのこの覇気に自分の技を加えるとかね、まあそういうイメージでしょうか。まあそうやって自分の領域を展開することで自己強化もできるし、自分が持ってる必殺技がですね敵に必ず必中するという、もう出したら結構勝ちみたいな技があります。当然これは超高難易度、もう特級レベルとかもう本当に一級でも限られた存在しか使うことができません。対抗策としては必殺必ず当たるのでそれを呪術で受けるか、その危険なんだけれどもその領域の外へ逃げる、でさらにより強い領域展開を自分も発動することで押し返すことができる。来ました、五条先生の無量空将最強技です。これのすごいところは、五条先生のその無限を相手にこう押し付けるというか、永遠にですねこの情報が終わりません。なので前に進もうとしても、この一歩前に進むっていうよりは前前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 前でずっとこう情報が終わらずに止まったような状態なんですね。なので無量空将食らったらもう完全に対象止まっちゃうんですね。はい、ジョーゴは五条先生にボッコボコにされます。ちなみにジョーゴはこの作中の中でもトップレベルに実際は強いんですけれど もうそれ以上に驚異的に強いのが五条悟です。ですが結局ジョーゴは逃がしてしまいます。ここでこのジョーゴたち、特級呪霊たちをご紹介していきます。まあ、彼らはですね、別名特級仮想怨霊とも呼ばれていて、人間が怖いよ怖いよって思う対象が、やこの長年にわたって、そして誰もが思うような驚異的な恐怖が積み重なって出来上がったもう特別な呪霊たちです。はい、先ほどのジョーゴは第一ですね、人間がこう火山怖いよとか地震怖いよとか、そういうのに恐怖した感情によって生まれた特別な呪霊。他にも花見ですね、森怖いよっていう感情が積み重なって長年蓄積されたもう驚異的な呪霊。さらにダゴンはこの海が怖いよによって作られたもの。そして人が人って怖いよって思ったやつで恐れ憎む負の感情ですね。憎いよあいつとか、なんであいつだけっていうその負の感情でできたのが真人ですね。真人は比較的最近誕生したものです。それプラス裏梅っていうね、ちょっとこの白髪の協力者も登場してきます。この特級呪霊たちはもう非常に賢くて、人間の言葉も話して意思も持って集団行動もできる。我々こそが人間の負の感情、いやそっちの方が本音だろうと、我々が純粋な人間なんだ、この世界は我々が支配するべきだという考え方なんです。ですが圧倒的なその五条悟っていうものすごい一強の存在がいます。そんなやつを倒すにはどうすればいいんだよっていうことで相談されて、彼らをふむふむこうすればいいんじゃないかと手引きしていた男が下等すぐるなんですね。いや死んだはずじゃなかったな
のかと、ゲトウスグル生きていたのかと、なぜか生きていて呪霊たちと協力関係になっている。呪霊側が勝つためにはどうすればいいのか、やはり圧倒的な存在である五条悟を戦闘不能にすること、そしてもう一つが圧倒的な呪いの王である両面宿儺を仲間に加えること。そのためにゲトウスグルは提案したのが特級呪物獄門鏡による封印です。時は10月31日、場所は渋谷ということで、この一期ですね、漫画の前半部分からもともと計画されていた渋谷での犯行、それがついに決行される時がやってきたのが今後公開される渋谷事変の物語になっております。呪霊たちからするとついにこの日がやってきたっていう感じなんです。はい、まあ、一方ですね、虎杖悠仁の方は五条先生はですね、任務があるということで代理の引率、七海健斗につくことになります。それは脱サラ呪術師頭角呪法というですね、ちょっとトリッキーな術式を使います。相手のこの長さの部分ですね、7対3の部分に弱点を作り、そこを攻撃すれば大きなダメージを与えることができます。これはどんなところでもですね、指の長さでもこの耳の長さでも前兆でもこの顔の長さとかどこでもいいので、7対3を認識してそこに攻撃すれば、大ダメージを与えることができます。七海と共に任務に当たっているうちに吉野純平といういじめられっ子の少年と出会います。この純平と虎杖悠仁は映画の趣味などが合い意気投合していたかに思えたんですが、この純平の裏には実はこの真人がいて仲良くなってたんですね。真人と、真人の能力は無意転変、魂を変えて人の肉体を変えてしまうことができる、人間を呪霊みたいな化け物に変換することができる、おぞましい力を持っています。つまり真人はですね、その手に触れられるだけで人間からするともう超危険なんですよ。真人の企みとしては虎杖悠仁を純平を使って追い詰めることで、純平が危ないよと、宿儺を出した方がいいんじゃないかということで、悠仁の心を追い詰めて宿儺の方がこう表に出られるように追い込むっていう計画だったんです。純平は悠仁の前でですね、悲しい最後を迎えることになります。そして虎杖と七海 vs 真人の戦いが行われていきます。真人の領域展開自閉円遁化を発動、魂に必ず触れられる状況を作ります。触られたらもう自分の肉体とか形とか脳とかも変えられちゃうっていう能力に領域展開が加わる激ヤバな技なんですが、強制的に魂に触れるということで、虎杖に触れるイコール宿儺の魂に触れてしまいます。お前ごときが何しとんじゃということで宿儺にですね、返り討ちにされてしまい、結局ですね、真人を取り逃がしてしまいます。まあ、この時にですね、伊能琢磨っていう二級術師も登場してきたりします。まあ、彼もですね、今後再登場してくるので覚えておいてください。人間が化け物みたいに形を変えられてそれを殺してしまったりとか、仲良くなった純平を目の前でね、死なせてしまったりと、呪術師としてのこの命の覚悟というか今後の生き方をよりですね、固く決意する虎杖悠仁。一方真人はその宿儺の驚異的な強さを見たことで、悠仁を追い詰めて宿儺優位の縛りを作らせようという考え方ではなく、指を集めて宿儺に献上しよう、そして復活して仲間になってもらおうというプランに、呪霊たちの方は変更していきます。一方その頃仲間が亡くなってしまって落ち込んでいた、野原と恵みの前にあのゼロにも登場してきた2年生マキ、パンダ、トゲがやってきます。コツくんはですね、現在敵だったはずのミゲルは結構ね、五条先生とやり合って強かったのでスカウトされて海外出張で現在行っております。彼らは今度京都との姉妹校交流戦へと物語は進んでいきます。はい、ここでようやく最後のところですね、京都姉妹校編へと物語は移っていきます。特訓をめぐみたちはやっていて、3ヶ月の沈黙の時を経て虎杖悠仁がオッパッピーと合流していきます。ここでチキチキ呪霊討伐モーレースワーと京都とね、東京の交流戦が行われていきます。まあ、京都の方はですね、引率として、歌姫ですね、五条悟よりも先輩なんだけれども五条先生にタメ口を使われている女性とか、あとはフリーの呪術師お金が全てのメイメイもここで登場してきたりします。ではここから、京都校のメンバーをご紹介していきましょう。2年生は全員舞、牧の双子の妹ですね。術式は構築術式というものを使ってゼロ、無の状態から呪力でこの物体を作る、弾丸を一発作ることができます。ただしこれはですね、非常にその何もないところから物体を作ることができるので消耗がめちゃくちゃ激しいです。もう本当にちょっとしたものを作ることしかできません。だから能力自体はすごいんですけど制限がすごいあるんですね。同じく2年アルティメット
名かまる究極と書いてアルティメットと読む。彼も伏黒杜氏とか善意真紀と同じように天を呪縛。彼の場合はもう身体的な問題ですね。もう皮膚も月夜に当たるだけで針が刺すような痛みに襲われてしまったりとか、体もですねもう部分的に欠損してしまっていたりと、もう非常にですね過酷な天を呪縛を負っている。代わりに彼がすごいところが日本全土にわたる広大な術式範囲ですね。なのでもう日本中に自分の術式が届く。さらに実力以上の呪力を持っているということで、傀儡操術、人形を操ることで自分の代わりに戦わせることができます。ただし先ほども言ったように月夜でも焼けるような痛みを持つ肌、誰にもですねクラスメートとも会っていない、メカ丸としてしか接していない、いつかみんなと会いたいっていう彼の奥底の願望があったりもします。はい、同じく2年生三輪かすみ、三輪ちゃんですね。男まさりな女性キャラが多い中で一番ですねこのヒロインっぽいキャラクターというか女の子らしいキャラクターです。新影流というですね技を使います。これはゼロから術式を構築して発動できる。先ほど見たようにこの術式ってこの遺伝的だったりとかある日目覚めたりするんですが、後から覚えられる術式、新影流の門下生しか使うことができない門外不出のこの技みたいな感じなんですね。なんで他の術式とかよりは、まあ、ちょっとニュアンスが違う感じになっております。特にこの新影流でよく使われるのは簡易領域っていうものですね。この居合術、自分の空間をですねコンパクトに広げて侵入してきたものは、無条件で攻撃反応したりできます。この簡易領域はですねすごいところは領域展開されるとそれをですねちょっと中和することができるということで、この新影流の簡易領域っていうのはですね今後もちょいちょいですね応用技として使われたりするので覚えていくといいと思います。はい、3年生の西宮桃もつくも操術という魔法の宝器に乗ってですね飛ぶことがあります。魔女の宅急便に出てくるね先輩魔法使いがモデルになったキャラクターです。3年生は鴨則俊、赤血操術という血を自在に操る能力を持っています。この能力侮るなかれ、血をですね放出、高圧にビューと放出したりとか、血を使って相手を束縛したり、自分の体内に流れる血をですね強化することで身体能力強化向上できたり、この遠距離、中距離、近距離、さらには汎用性も高い鴨家送電、名家送電の術式であります。はい、ここで一通りですね、名家が出てきたので御三家についてご紹介していきます。五条家、善意家、鴨家、この三家が御三家です。呪術界全体の中心となっており、先ほども言ったこの日本国政府と呪術界ってこの契約覚書書類をですね結んでいたんですけれども、その時にこの御三家が中心となって取り決めを行うっていう風にですねもう国直属で信頼されている長い歴史のあるお家柄、それがこの御三家です。五条家っていうのは現在有力な呪術師っていうのは五条悟しかいないんです。ですが善意家と鴨家っていうのは劇中には出てきてないんですが、もう広大な屋敷と広大な家族、それに従う者たちがいて、非常にですね、まあ、超過酷なお家柄でもあります。まずこの男であることが必要ですし、その家送電の術式じゃないと認めてもらえない、そこからさらに優秀でないと跡継ぎとしてですねもう陰口を叩かれたりとかひどい目にあったりとか、もう呪術師でなければ人であらずみたいな、もう極端な考え方を持っています。なので善意当時の最後の言葉によって呪術高専に拾われた伏黒恵っていうのは、まあ、結構ね親もいない孤独な存在にも見えて、結果的にはいい環境で育ったんじゃないかとも見えるわけです。まあ、当時のねあの最後の言葉結構意味があったんですよ。はい、ここで最後3年生の東堂葵を紹介して、京都校が全員揃います。僕ねこの東堂がめちゃくちゃ好きなんですよ。彼の術式はブギウギ、自分と相手を入れ替えるという結構トリッキーな能力なんですね。これだけマッチョなんですけれども頭を使う能力を持っています。推しのアイドル高田ちゃんっていうのがですねいるんですけれども、この高田ちゃんがですねイマジナリーフレンド的な感じで急遽ですね東堂葵の妄想に現れて、彼に助言を与えてくれたりします。まあ、東堂の特徴は先ほどまでできた特級術師つくもゆきから教えを乞いていたっていう部分もあります。好きな女のタイプをよく聞くのはつくもゆきからの教えでもあります。彼は有名なお家柄の出身でもない非術師の家系ながら最強級の力を持っているとんでもない武闘派の男で、そんな京都校の学長が学願寺学長、板取雄二がですね驚異的だということで抹消することを京都校のメンバーに伝えます。なので交流戦に見せかけた板取雄二の抹殺計画が行われていき、早速試合開始。いきなりですね襲い来る東堂、化け物級の強さの人物が板取雄二に襲いかかってきます。そして好きな女のタイプを聞いたところですね板取雄二と東堂葵
同じだったんですね。それにより東堂葵の中で初めてなのにありもしない学園生活が思い浮かぶんですね。そう、俺たちはブラザー。この瞬間からこの二人は親友になっていくんですね。いや、どういうことみたいな。いきなり初対面で固い絆が結ばれていきます。もう呪術廻戦はですね、急に俺たちは一体何を見せられているんだ的なですね、シーンが挟まれたりもしています。はい、以降ですね、この驚異的な能力を持つつ東堂葵によって虎杖悠仁はもの鍛えられていくことになります。そしてなんやかんや京都交流戦でですね、お互いがお互いにこうぶつかり合う熱戦が繰り広げられていく中、特級呪霊である花見がですね、ここで乱入してくるんですね。みたいな。この時にですね、重間春太っていうキャラクターも登場してきたりします。この交流戦に乱入して五条悟だけが入れない帳バリアを張ることで、かなり限定徹底的な帳を張ったことで五条悟はですね、なかなか入ることに苦戦します。学生たちは自分たちの力でこの特級呪霊と戦わなければいけない。当時から下等に渡って、下等から末期に渡っていった三節婚ですね、特級塾ユウンが登場します。そんな中、東堂葵に鍛えられた虎杖悠仁が新たな技に目覚めます。その技が黒閃です。この黒閃は打撃との誤差 0.00001 秒以内に打撃と呪力の誤差がほんの一瞬だけ起きた時に生じる空間の歪み、それがですね、ものすごい破壊力を生みます。特級呪霊である花見を苦しめている間に五条先生が駆けつけて紫で撃退ですが、これはですね、あくまで誘導作戦、本当の狙いは別でもありました。はい、呪霊たちの目的は現在指を集めることでしたよね。花見が攪乱している間に光線にあった指の6本と特級呪物呪体クソーズっていうのをナンバー1から3まで3本をゲットします。劇中には出てこない呪術師たちが犠牲になったりとか、さらに呪物が盗難され、学校も一部破壊してしまったということで、もうそれぞれがですね、結構複雑な思いがあるんですね。やられちまったな俺たちと、呪霊たちにしてやられてしまったと、犠牲者も出てしまった、俺たちはもっと強くならなきゃなっていうところで、彼らが行っていくのが野球、ベースボールを始めるんですね。いや、どういうこと。この辺でいきなりギャグ界が挟まれたりしていくんですけれども、まあ、ここで京都校とね、よりこう一見落着というか、いがみ合っていた仲がほぐれていきます。その後、伏黒の義理のお姉ちゃん、伏黒つみきっていうのがいるんですけど、彼女はですね、呪われて寝たきりの状態です。積み木に関連する任務に雄二、野原、めぐみの3人で挑んでいくんですけれども、その任務にはなんと1年生3人に対して特級が3体登場してくるという超ピンチな状態に陥ってしまいます。最初に出てきたやつと同じように、スクナの指から目覚めた特級呪霊、なぜこんな急にスクナの指が目覚めていってしまうのか。これは虎杖悠仁がスクナを取り込んで、スクナがですね、現世に受肉したことにより狂心というものが発生して、スクナの指たちがどん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 と目覚めていってしまう。これはある意味この虎杖の行動の結果とも言えるわけなんです。そこでピンチになった伏黒はですね、もうついに全力を出すんですね。伏黒の領域展開、死んでもいいからこいつを倒すということで勘合暗影点を発動。ただしこれは不完全な領域展開で、なんとか勝利を収めます。はい、他にもですね、2体特級呪霊がいます。それが先ほど学校からですね、盗まれた呪体クソーズから人間に食わせることで受肉させることに成功します。その3体というのが、長男長宗、次男エソー、三男チケズ。この呪体クソーズって何ぞやというお話なんですが、明治の初め頃にですね、呪霊の子を宿す女性っていうものが当時いました。もうひどい扱いを受けてたんですね。なんで私がこんな目にということで、呪術師である鴨則俊がやっているお寺にですね、書き込むんですね。鴨さん、私を何とかしてくださいとね。鴨さんはふむふむ、わかったということで、その女の人ですね、実験体にするんですね。鴨則俊行かれてるんですよ。9体の呪霊の子供をその女性は妊娠させられた上で堕胎させられて、呪体クソーズですね、呪物に赤ちゃんたちはさせられてしまいます。その女性がどうなったのかは現在分かっておりませんが、この呪体クソーズ受肉したっていうことは、半人半霊の同じ母を持つ兄弟でもあるんです。その中での長宗は今回出てこず、エソーとチケズの2人、虎杖と野原で戦うんですが、ここでも黒閃に野原も目覚めて敵を撃破。今回の戦いでは特級3体を3人の1年生でこう括弧撃破してしまうということで、非常にですね、大きな彼らの成長を感じさせる戦いになっていきますが、しかしですね、ここまでの情報はですね、なぜか全て呪霊側に筒抜けです。京都校に乱入できたりとか、そう、呪術師側に誰か裏切り者がいて、下等とつながっているわけなんです。ということで、
物語は渋谷事変へとつながっていきます。今後はですね、大きな展開が続いていきますし、渋谷事変っていうのはですね、このなんかこう徐々に徐々に始まっていかないんですね。いきなり10月31日呪霊たちが渋谷を占拠、呪術師たちが配置されてみたいな状況説明からいきなり渋谷事変は始まっていきますので、まあ、復習をしておこうがおすすめかなと。まあ、ひょっとしたらね、漫画オリジナル展開でちょっと何かしら説明描写が挟み込まれるかもしれませんが、この後はですね、もう本格的に呪術廻戦が始まっていくというか、これまで広げられた風呂敷がどんどんこう繋がって収められていくようになっていきますので、またですね、難しいところ劇中でも出てくるので、その時にはですね、動画作ろうと思っていますので、また会いましょう。ということで、呪霊たちにとってはついにですね、自分たちが待ちに待った呪いの世界を実現する X デーにたどり着きます。もう一人で全てが解決してしまうぐらいの最強の術師五条悟を倒すために、場所と舞台は整った、呪霊たちの戦いが今始まる。ということで、この作がですね、五条悟っていう圧倒的強敵に対してマイノリティである呪霊たちをちょっと応援したくなるような作品でもあります。はい、まとめに入っていきましょう。ここからですね、本当に目が離せない怒涛の展開が続いていきますし、こういうことはあれですけれどもね、覚悟を持っていた方がいいと思います。もう今までの呪術廻戦のキャーみたいな牛黒キューン、乙骨キューンってやってた人たちはですね、呼吸法を覚えた方がいいと思います。と覚えないと結構ですね、いろんなことが本当に起きます。現在もう PV は公開されて、渋谷事変っていうのはですね、結構長いんですね。どん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 ともうあっちこっちいろんな戦いがあって、それがですね、こう続いていったりもするんですが、この PV を見たところそうなんですよ。もう最後までやるんじゃないかということで、一体この2期はどこまで続いていくのか、できればねショートカットとかせずに、あの人とあの人戦いからのあの人とあの人の戦いとか、マッパのね神作画で最後まで描いてほしいです。超怒涛の争いの連続が起きていって、こいつがこんな活躍するんだとか、こいつとこいつの戦いが意外と熱かったりとか、勝つのは呪いか人間か、運命が大きく動き出し始めていきます。さあ、思う存分呪い合おうじゃないか、パート2が訪れます。10月31日場所は渋谷、呪術界に事件が起きるぞ、渋谷事変。ぜひともご覧になってみてはいかがでしょうか。はい、最後までご視聴ありがとうございました。結構長くなったかもしれないですけど、これ見とくと結構ね、乗っかって楽しむことができると思いますので、そのお手伝いができれば嬉しいです。ぜひともチャンネル登録と高評価と、あと皆さんのコメントね、お待ちしております。それではまた次の作品でお会いいたしましょう。さよなら、バイ。